で、これ何なんですか？鳩よけのやつで。ちょっとドキドキする感じがいいですね。ねえ。スチューさんのゲイルさんのなんかインスタとかね、ええ、ホテルの上から撮ってたおっちゃんが警察になんかそう。お好み焼き100円。100円100円ってのがあって、あのね、明かりついてるところ今日ね、このワンコインで。そうそうそう。とりあえずこれを。わ、すごい。あ、おいしい。あ、ほんまですね。チャンケさん今日は、はい、来ました、始まりました、はい、今日チャンケさん西成行くということで僕が今日案内しようかなと思う、はい、ですけど、一人で、ね、行くのちょっと怖いんで、ベテランの怖いですか怖いとかどこ行けばいいんかなって感じですよ。ああそうだね、だったらちょっと案内して、はい、お願いします、はい、行きましょう。そう、丸くここあって多いですもんね、多いか、まあ行かないけどね。スチューさんのゲイルさんのなんかインスタとかね、ええ、ホテルの上から撮ってたおっちゃんが警察になんかそう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 、そんなん見とるけんやっぱね、怖くないって言ったら嘘になるからね、結構ディープやからね。そう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 っすね、こう電車通ってるけど、西成の名物。これ何なんすか？鳩よけのやつで。そう、この空き缶は何なんすか？これ多分何なんだろうね、まあ目立つこういうディープな、ね、ちょっとドキドキする感じがいいですね。ね、ちょっとねこの先にねお好み焼き屋さんがあるんですよ。もうでもすごいねベタな感じで、感じというかもういろんな YouTuber さんがね行くんだけど、
お好み焼き100円ってのがあって、あのね、明かりついてるところ、明かりっていうか、まあいっぱいあるけど、なんかちょっと屋台みたいな、100円とか本当に。だからここで買って、そのお好み焼き行くみたいな感じですか。いや、別にそう。お酒売ってますか、ここで。いや、お酒売ってないけど、まあ、あのもうテイクアウトみたいな感じ。はあ、はあ、はあ。で、座ってお酒飲みながらみたいな。うん、もうこういうとことかで。なんていう公園？これ、四角公園かな。あ、ここですね。あ、ここです。あ、ここ。ほほほほ。豚卵入りが100円。あ、卵1個トッピングで150円。うん。ほほほ。豚肉大盛りとか。で、いいのったら300円。まあ100円。今日ね、このワンコイン。そうそうそう。とりあえずこれを。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。食べます。ここでそこの中行けるんですよね。あ、どうぞ。ね。はい。わ、すごいいい匂いです。いただきます。こっちで、中で、あえて中で。これ結構大きい豚に入ってます。ここ。あ、ほんまですね。ビールはそうよ。これ初めてですか？何回か。1回食べたことある。あ、そうです。多分100円でこれ1個安いって買うじゃないですか、うん、まだ多分買いに行くでしょうね。ねえ、お腹すると。そう、うん、おいしい、うん、おいしい、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。大変美味しかった。で、いきなりインパクトの強い感じでしたけど。そうですね、まあ和歌山にはないですよね、これ。ねえ、なかなかあの、うん、こういう感じでおやつだよね。うん、で、中でイートインかな、そうすって言って、でも100円で。僕らそっちは、ね、離れてるとこ自販機でそうビール買ってるんで。自由だよね、うん、はい、ということで、チャンスさん、またお願いします、はい、また行きましょう。お疲れ様です。はい、しゃ。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったら
グッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン。チャンネル登録もよろしく。